ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。さあ、サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビーター始めていきましょう。今回で13年目終わって14年目に突入です。なぜ大阪優勝ですか。まあ大激戦だったみたいですが、やっぱり強いチームは強いということで、これを頑張っていかねばなりません。そこで北のブリザードと相手です。北のブリザード、上に上げて、オーバーヘッドキック決まらない。決まらない方がいいんです。課題をもらえるから、課題をもらえればそれだけ選手は強化できる。にしては雑だな。そうはいい、課題もらえないし。ようやくもらえた。女子選手限定でやっております。それ以上にやっぱり勝つのは難しいよな。選手の強化も限られるし、それに育てていったらピークを超えてしまうしな。なんかパッとしないよな。逆にピンチになってるし。ラジーティがいる。言っても取れないのは正直どうなんでしょうかね。練習試合と、練習試合でメンバー落としてるとはいえ。え、嘘だろ？ステップリーグの相手だぞ、これ。切れないですね、動きに。相手の方がまた攻めてるし、攻めきれないし、こちらは1対1になるシーンがないですからね。横ですね。わ、刻々と時間過ぎていくよ。うわ、完全にボンミスが多すぎる。うわ、試合終わった。負けてしまった。負けるとは思わなかったな。完全に攻められてますね。いいとこなしでしたね。サッ
クラス下にいいとこなし。靴しかもらってないのか。後半調子良かったですね。出ました。女性選手はいるか。合図、懐かしいな。久しぶりの対戦です。マークしとこう。フォームだけ出してみるのに、よくあったんじゃないか。これはうまい。ユーナ1対1になって先取点。2点目、オーバーヘッドキックまず。出た。相手ボールはスローインか。すごいな、スーパークレイ。うまい。あっと、バーに嫌われた。終了です。になりました。
名選手出ませんからね。ということで出ませんでした。日程は今週日程書かれてないんだ。練習じゃありますね。次回も練習試合を中心に行います。また見てください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。コムチュビットアーの動画集プレイリストに残しております。説明欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。説明欄にはブログ、ツイッターのアドレスも記載しております。よろしければツイッターのフォローもお願いいたします。